はい、こんばんは。今ね、背中のトレーニングやっとって、弁論と懸垂終わった。いつもはもうそっから腕に行くんやけど、最近ね、新しいトレーニングを取り入れたんですよ。さあ、プルオーバー。これをね、やってね、僕の弱点であるね、背中、もう特にこのね、大円筋やったかな、まあ、そうやね、多分そこをね、強化していきたいと思います。ちょっとね、やり始めやからね、間違ってたら、もう、バーって言うたってください。よし、行こう、行くぜ。じゃあいきなりもうメインセットに入ります。いきます。よし、ちょっとね、まだやり始めなんでね、難しい。なんかね、ググったらこの前までこの方がいいみたいですよね。ちょっとこの辺で止めるのがいいとか書いてた。なんかね、僕ね、これね、ここにも効くんすけど、その大胸筋の下の部分にも効いてる。やり方間違ってんのかな。アドバイスお願いします。この前これでね、そっち側に行きつけたら、そのまま後ろに倒れてもうたんです。バリビビった。これどうすんねん、これ。はい、っていう感じでね、現在ね、トレーニングしてるんですけど、これが合っているのかどうかもわからんからね、ちょっとまた教えてください。お願いします。とりあえずね、ネットで蓄えたこの知識で偽物プローバーをやってるかもしれんっていうことで、評価の方ね、評価じゃないな、教えてくれぜ。よし、これで今年はバリバリここをね、モコってして、モコ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 ってなって、ミシュランみたいになったるからな。ミシュランってわからん、わからんかな。ミシュランって言ってね、ソフトクリームみたいなやつおるんですよ。そいつみたいになりますんでね、まだ応援よろしく。このカメラどう、どう、このギョガーンはどうですか。じゃあまたちょっと腕トレして、とっとと早押してね、ちょっとパソコンね、ぶっ壊れたんで、ちょっと修理したいと思います。僕実はパソコンかなり自分でできるから、ということでね、またさよなら。